10月16日からドミニカ共和国を会場に開幕する U17 女子ワールドカップ。この大会の PR を兼ねてか、リトルなでしこたちへのエールや、この大会の重要性を語る先輩日本女子代表からの言葉を FIFA が投稿し、再び日本が世界一になる可能性についても言及してくれています。リトルなでしこを率いる白井貞義監督が U17 女子アジアカップでは手応えと悔しさ両方を経験したと語るように、今大会予選であるアジアカップではグループ B をトップ通過しながらも、決勝で北朝鮮に1対0で敗れていたリトルなでしこの選手たち、10月から始まる今大会の組み合わせ抽選が先日行われ、日本はグループ D に入り、ポーランド、ブラジル、ザンビアと同組と決まると、若き日本代表チームは6月27日まで福島 J ビレッジで合宿を行い、白井監督のもと戦術などの確認をしたものとみられています。そんなこの大会が始まるのを前に、過去大会で鮮烈な国際大会デビューを果たし、その後ワールドカップ優勝も経験している先輩なでしこの方の特集を FIFA が投稿。その方とは、昨年現役を引退され、2008年の U17 ワールドカップにおいて日本の未来のスターと絶賛された岩渕真奈さん。この記事の中で岩渕さんは、私自身初めての世界大会だった、全てが新鮮で本当に楽しい思い出しかない、結果的にはベスト8で敗れてしまったが、悔しさ以上に楽しいと思い出が上回った、ゴールデンボール受賞については信じられない気持ちだったと語っており、 MVP 受賞を通して私のことを知ってくれる人が多くなったと思うし、何よりもこの世界大会に出場して世界に多くのすごい選手たちがいることを知ることができた、その中で MVP を取れたことは少なからず自信につながったと、以降の活躍の原点としています。続いてこれからの若き選手たちに対し、今大会が一つの目標となり自身のステージを世界へ広げていくきっかけになること、また参加国が増え世界中の選手たちにとってチャンスが広がること、そしてこの大会は自身らの通過点でしかないことを語ってくれています。そんな岩渕さんもこの大会で躍動し、2011年ワールドカップ優勝、翌年のロンドン五輪の決勝進出、さらに2015年ワールドカップでも決勝進出と、なでしこジャパンとして参戦し、相手が格上であっても粘り強さやチームが持つ不思議な力で勝ち切ったと当時を振り返っています。そして最後に、今後日本が世界の頂点に返り咲くチャンスがあるか問われると、あると思う、今の日本代表チームの選手たちは何人も欧州のトップレベルで活躍するようになってきているので、不可能はないと考えていると日本女子の成長に自信を覗かせていました。この投稿は FIFA 公式 SNS でも発信され、岩渕さんからも紹介されています。そんな先輩なでしこの金言は、若き日本代表の選手たちもきっと届いていることでしょうし、再び世界の頂を目指してくれることでしょう。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。